東京都北区赤羽。電車で通るけど降りないって人が多い街。一見普通だけどちょっとずれてる、そんな街。よかったら中どうぞ。いいか、ここの場面で銀をこっちに動かしたら、うん、な、うん、ここ銀じゃなくて、ここにこうやって歩を打つんだよな。俺もこうされると困るから、この角は逃げなくちゃいけないから、困っちゃう。あ、そっか、ああホットコーヒーで。はい、今度は、うん、こっちからこうやって攻めるとまた分かんないな。それじゃあさ、うん、これをこうすると何の？こうくると、ん？うん。これ、すげえ手だな。お前天才か？今日はのりさん、ありがとう。お俺、これから塾だから。また教えてね。あ、しっ、片付ける。よいしょ、よし、ありがとう、じゃね、またな、じゃね、はい、お待たせしました。よいしょ、はい、おかわりどうぞ。うん、ありがとう。はい、秋山さん、蓮くんが遊んでくれてよかったね。おらよ、指導局員だからさ、ただで教えちゃいけないんだけどさ、そうなの、筋がいいからさ、もうついな。今日刺した手なんかさ、うん、定石変えるような手だぜ。へえ、いや本当に天才かもしんねえ。よかったね。お宅は将棋やらないの？ルールぐらい教えてやるよ。一回5000円ね。バカ、お得じゃん。お宅は何してる人なの？ずっとここにいるけど。お前映画好きか？映画。え？映画だよ映画。タランティーノとか。あ？あ、すいません。そうじゃなくてよ、最近耳が遠くなっちまってさ。なんだって？タランティーノです。はあ？
あんなん見てしょうがねえよ。小津は見た？え？小津安次郎だよ。いや。黒沢。ま、名前ぐらいは。ニューシネモ？なんですか。なんだよ。お前全然ダメじゃねえかよ。あ、よし、それじゃついてこい。な、母ちゃん、お会計。こいつの分もな。あ、ありがとうございます。お釣りいらないよ。あ、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと付き合ってあげて。ほら、はい、ほら。この間、うちの猫ちゃんが逃げ出してしまいまして、大変でしたのよ。まあ、それは大変でしたね。見つかりましたの？ええ。マイクロチップを埋め込んでありましたので、すぐに見つかりましたわ。そうですか。この間のヨガ教室はいかがでした？先生がとてもいい方で、とっても良かったですよ。そうですか。私も行ってみようかしら。失礼します。本日のランチになります。失礼します。見てください。私も。えっ、はい、お疲れ。あ、いけるいける。薬飲まなきゃな。よいしょ。飲んだよ。そうだ、大事な話忘れとらった。これ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 、映画の DVD だ。ほら、これが大津だろ。で、これとこれとこれ、これは黒沢だな。これはもう絶対見とけな。もうこれだけは必須だから、絶対見とけな。間違いない。うん、ただな、テレビで見てもな、迫力かけるよな。な、この辺も映画がなくなってしまったしな。昔はさ、この辺の映画をさ、まあ、だ俺の子供の頃のいい思い出かな。な、狭い映画館にさ、人いっぱいで立ち見でみんな見て、クーラーなんか引かないんで、人いっぱいだから汗かきながらさ、
おーいとか画面に叫びながらさ、いざーとか言いながらさ、みんなで盛り上がっちゃうんだよ。ライブだね。まあこの辺の映画はね、ああいうとこで見たらたまんねえだろうな。ということでな、これもう絶対見ろ。飲みな飲みな。な。うん。すごいよ。もう本当にね、まあ今の映画館じゃありえねえな。涼しいとこでさ、座席が余っちゃってさ、ああいうとこで映画見てもつまんねえよな。俺なんかやっぱり昔の映画館があってこの映画が生きてきた。お前さ、もうちょっと考えて生きろよ。考えてるよ。例えばここにお好み焼きがあるでしょ。は？いいから。このお好み焼きっていうのは全部影なの。いやいや、この世界にあるものって全部影なの。すべて本物はイデアっていう形で、イデア界っていう世界にあるんだ。はあ。私たちはそのイデア界にある善のイデアに到達するために生きているのです。それこそが生きる意味なのです。ってことで、この持ってるだけで善のイデアに至れる壺83万円なんだけど、どう？おお、この間の。どうした？これから病院行こうか。何？病院。何を？何？病院です。こんな暑いんだよ。お茶飲み行こうよ、お茶。行くわよ、お茶。でも。いやいや、おごるから、おごるからよ。行こう行こう行こう。な。いい、行こう。それじゃ。キセルのアッパ切らしてたんだ。あ、ちょっと行ってくから先行ってて。あ、はい、あ、来たてんな。来たて。はい、あ、行っててよ。はい、いらっしゃい。この間大丈夫だった？まあ、はい。大変だったでしょ。あれ、名前って…真田周平です。周平くん。ホットでいい？はい。こんにちは。あ、こんにちは。久しぶり。山中さん、久しぶり。かよちゃん、ホットね。あ、はーい。そういえばさ、うん、ニュース見た昨日の。え、また大相撲不祥事だってよ。あんなのどうでもいいじゃんね。男だ女だ、いちいちさ、土俵に上がるだなのさ。私なんか男か女か、わかんなくなっちゃったもん。あんたさ、うん、秋山さんいるじゃない。うん、あの道楽者の。道楽者？まあ間違ってはないけどね。あの人さ、うん、どっから金湧いてくんだろうね。自分のこと詩人だとかさ、指導局員だとかさ、いろいろ言ってるじゃない。そのうち俺はスパイだとか言い出すんだ。あの面で。やだよね。見た？あの顔。将棋は本当に強いみたいですよ。そうなの。
とこの辺のアパート全部秋山さんだから。え、そうなの、うん、はあ、なるほどね、はあ、ちゅう、あ、いらっしゃい。誰が道楽もんだよ。ひかりちゃん、ほんと。はい。ああ、もう忙しくてよ。何が忙しいんだよ。どうせ飲み歩いてんだろ。昨日だってルミちゃんの店また行ったんだろ。うっせえな。いろいろあんだよ。いろいろだよ。エロエロみたいな顔して。なんじゃな。あんた、この辺の人なの？あ、いや、川口の方です、うん、本当は病院に行こうと思って来たんですけど。秋山さんに捕まっちゃったの？もうどう、どっか具合悪いんだ。ちょっとうつ病みたいになっちゃって、薬もらってるんですよ。あんなの贅沢病だよ。贅沢病じゃないよ。今時代が違うんだから。すぐ時代違う。大丈夫なの？うん、まあ大丈夫ですよ。秋山さん、うん、この前飲んでた薬、うん、あれ、お酒と一緒に飲むのやめた方がいいですよ。もう飲む、そうそう、肝臓に負担かけるらしいよ。うん、本当やめた方がいい、危ないから。もうさ、早死にしたかったらもう全部まとめてカーって浴びりゃいいけどさ。何言ってんだよ、ね、まだ死にたくないんだよ。うるせえよ、あそこの秋ちゃんとかさ、ルミちゃんとかさ、いいんだよ、みんな狙ってんの。つまみたいな。飲み行くぞ。え、こんな時は酒だ酒だ。待ちたばっかしじゃないかよ。母ちゃん、こいつ飲むもんな。もう入るの？行くぞ。コーヒー飲まない。酒と女が一番の薬だよ。よく言うよ、あのエロじじいが。やめとき、やめときな。大丈夫かな、うん、懲りないよね、本当に。はい、今日ペース早すぎですよ。大丈夫ですか？うっせえよ。それ抗うつ剤ですか？ああ、僕も同じのもらってます。そうだったんか。会社の上司にパワハラみたいなされちゃって。今度いい社いるからよ、紹介してやるから。市とか絵画とかやってるとよ。市とか絵画とかやるんですか？あ、続けてください。絵画はやめたよ。
生意気って先輩からいじめられちって干されちってんだ。それで鬱に悪いかよ。なんか酔っ払ったら女欲しくなってきたな。誰か呼ぶんですか？キャバだよ、キャバ。店長、会計置いとくよ。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。いいか、これからな、若い奴らの時代なんだよ。もういっぱい。すいませんね、いつもこうなの。女性ってのな、原始タイヤだったんだよ。男はみんな混ぜ込んだろ、女のやつやんだよ。こんなことって公然わいせつ。ほら、もう出てけ。どうせ明日も来んだから。あのつけていいよ。なんだよ、いいってだから。ごめんね、こんなやつで。頼む、悪いやつじゃねえから、頼むよ。行くよ。大丈夫、もう行けるよ。気つけてね。どうも。いや、まあ、この野郎ぼったくりやがって。大丈夫ですか？今井子さんってオーナーさんなんですか？雇われ店長だよ、雇われ。なんだか冷めちまったな。今日終わりな、終わり。はい、お疲れ様です。粉物か、効かないからな。え、あ、どうした？おい、みんな聞け、陰キャが何か言うぞ。僕、ここの出身なんですけど、お好み焼きならこの道ちょっと行ったところに、で、さっきの店よりも評判のいい海鮮系のお店が向こうにあって、それでデートとかにちょうど良さそうなカフェが向こうにあります。あ、僕は行ったことないんですけど、カフェでつながりました。向こうにメイド喫茶があります。そこのメイド長がすごい美しい方でいらっしゃいます。そこのメイド喫茶をちょっと右に曲がると、ちょっと美味しいクレープ屋さんがありまして、そのもうちょっと先に行ったところにすごい美味しいクレープ屋さんがあります。あ、ちなみにチョコバナナがおすすめです。あ、それで、あ、お兄ちゃん、えらい詳しいじゃないかよ。俺がもっとディープなとこ教えてやるよ。いいから、おい、ついてこいよ。ほら、うちのとこ姉ちゃんいなくなっちゃってるから。ねえ、周平君聞いた？何ですか？なんか秋山さん倒れたらしいよ。なんかどこの病か分かんないんだけど、今入院してるんだって。大丈夫なんですか？うん、今朝奥さんが来て、命に別状はないみたい。あの人奥さんいるんですか？え、そこ？まあ、殺しても死ななそうだし。失礼だな。お、レン君いらっしゃい。お、レン君。周平君、秋山さんも。なんか風邪ひいちゃったみたい。へー。
座ろうと思ったのに。じゃあ俺に将棋教えてよ。え、大きいよ、いいよ。周平君先手でいいよ。よっしゃ。よし。よし。いいな。いくよ。よし。よし。よし。どうしよう。よし。じゃあこれもここ。わ。周平君、銀は横には進めないよ。あ、ごめん。街をさまよった言葉をぶら下げて誰もがそれなしでは生きられないような夜すかにしがみついて何かを手に入れて何かを手放して、yeah、いつだって繰り返して、yeahありきたりだと笑うようなことを僕はもうできない通り過ぎていく日々の流れこぼれ余る幸せのありかは僕らが求める星の影に目を焼かれて見えなくなってしまう街の声窓を過ぎる景色